はい、皆さんこんにちは、マンダレギルウジです。では今回は新ギレンの野望アムロユニコーンに乗る、続けていきたいと思います。前回までにグラナダを攻略して、いよいよ残されたジオン軍の宇宙における拠点はズームシティ、サイド3本国のみとなってますので、今回はね、そのサイド3攻略を行っていきたいと思います。早速なんですけども、もうすでにユニコーンだけ先行して入れてますので、ユニコーンで、ね、攻略をどんどん進めていきたいと思います。まあ、ただですね、実は地球の方が本当によろしくなくて、キリマンジャロがさらに陥落で、ジャブローにも敵の大部隊が迫っていて劣勢という状態です。で、実はゲームの中ではちゃんとねお伝えできてなかった部分になるかなとは思うんですけども、ちょこちょこジャブローにはモビルスーツを要請して送ってはいたんですね。ただそれでもなおジャブローが劣勢になってるっていうね、この状況、これがかなり厳しいので、早めになんとか攻略を進めたいと思ってます。で、敵のモビルスーツが寄ってくるのであれば、一旦拠点で迎え撃ちましょう。アムロのユニコーンは本当だったらね、ちょっとでも早く攻め込んで、攻略をね進めて、ジャブローが陥落する前にクリアしてしまいたいなっていう思いがもちろん強くありますが、ここは一度冷静にユニコーンを補給地点に置いておいて、一気にね一掃していきましょう。敵をアムロのユニコーンの強さはね健在ですからね、この最終局面になってもなお。なのでここは焦らずに敵を引きつけて、攻撃と迎撃とを繰り返しながら一気に数を減らしていきましょう。その間に落ちてしまったら元も子もないんですけど、次のターンで味方も投入していきます。なのでちょっとせっかく来ているので、モビルスーツの要請を事務指揮官機2機をしておいて、まずは部隊を入れていきます。本当にね苦しいですよね、戦いが最後の最後でもう一回苦しい局面が来ましたね。攻略が厳しいっていうよりかは、今お話したように単純にジャブローを撃ちそうでしんどいっていうね、そういう意味のしんどさなんですけど、これはちょっと想定してなかったよね。ブライトはちょっと危ないので、一旦このまま外で待機させましょう。護衛のジムも残します。で、マゼランをここに3隻置いてるんですけど、ここの拠点がやられるとね、補給が途絶えてしまうかなと思って、一旦ここにマゼランを3機置いてます。あと、地球っていう意味で言うと、今を成したジャブローなんですが、結構ね、しんどいことになってますね。まさかここまで、ベリーハードだと拠点を奪還されるとは思わなかったです。まあ、G スティーミンとかね、ガンダムピクシーとか、まあ、他にも、それ相応の数を、輸送しておいたんですけども、壊滅してますね。なので早めにズムシティ攻略を行っていきたいと思います。ではユニコーンを入れているので、グレイファントムがちょっと危ないかなという状態にはなってしまってますが、このままユニコーンを使って攻撃を行っていきます。あとは、バナージーでね、バナージーを使ってできるだけグレイファントムが生き残れるような戦い方を主導していきましょう。あそこにいるのはパーフェクトジオングか。いや、この局面でもパーフェクトジオングが出してこれるっていうね、本当にそこ強いですよね。ジオンも一応未来さんは散布しておこう。問題はバナージはここで待機だな。バナージのユニコーンさえ残ってれば戦える。でもちろんブライトがやられたら終わりなので、ブライトがやられないように気をつけましょう。まだブライトはここには入ってきてませんので、
いやいや、本当に、ここに来てまだまだ危ないだ。前回のグラナド攻略はね、あっさりいったので、ちょっと正直、余裕をこいていた部分はあるんですけど。グレイファントム、未来さん、撃沈されました。いや、これブライト入れるのは早いな。ユニコーンだよな。いや、ここは一度入る場所を変える、上から入ってくるという手もありだよね。ここにフラウボを置いといたけど忘れてたね、すっかり。いや、一度離脱させよう。このままだとモビルスーツ戦力を失ってしまう。なんとかアムロのユニコーンのね、補給をキープ維持したいので、ケンプファーは撃沈、撃墜ですね。ゲルググももうアムロのユニコーン6機全機撃破っていうわけにはいかなくなってきてますからね。パーフェクトジオングだけでも仕留めたいよな。よし、仕留めた。アムロのユニコーンは一度離脱させますか。いや、本当にきつくなってきてるよね。いや、一度退却だな。で、ユニコーンをどうするかですね。どう頑張ってもここまで進めないからな。かといって、あと攻撃できるのはあと1回。この1回の攻撃を使い切るかどうかですね。いや、ここは一度離脱しましょう。で、バーミンガムの方に敵が引き寄せられると思うので、敵を十分に引き寄せたら次のターンでもう一度入って一気に、拠点まで進みましょう。フラウボーがどこまで持ちこたえられるかな。しっかり敵を引きつけてもらって、次のターン再度ユニコーンを投入した時に画面の右下から一気に狙いましょう。よし、だいぶ引きつけてくれたね。さあ、ではうまく敵を引きつけてくれたので、一旦フラウボーはこのままここでもうちょっと持ちこたえてもらいましょう。で、その間になんとか拠点の奪還に向かいます。欲しいのはやっぱりここだからね。今ドムがいるこの場所、ここが欲しいので、ここまで頑張って進みましょう。で、そのためにはこのフラウボーがいかに持ちこたえてくれるかにかかっているので、フラウボーに頼みます。で、敵の動きを見ながら一気にね、ユニコーンを先行させる。フラウボーは耐える。もう一旦耐えてくれ。で、ユニコーン発進させちゃおう。次のターンでユニコーンがたどり着けるんですが、敵の動きがわからないね。できればユニコーンがそこに入って無双できる状態を作りたいので、ブライトはあんまり出すと危険なので、ブライトはこのまま待機。残りで追いましょう、ユニコーン。頼むぞ、次のターンなんとか耐えてくれ。バーミンガム、フラウボーはもう次のターンで死亡確定すると思うんですけど、もうその役割は終えたので退却させます。次のターンで右下から入ってきてもらいましょう。ここだ。 AI がバカであれば嬉しい。うわ、そうだよな。
そんなにバカじゃないよな、AI も。まあ、ここはゲルググ J を撃破する。で、ここよ。ここ。ここで確実に、このティベ、コンスコンのティベを撃破したい。このコンスコンのティベを撃破できれば、本当に戦いがだいぶ楽になると思うので、ちょっとそこは、確実に撃破してくれるように、祈りましょう。祈るしかできないですからね。ブライトは、ちょっと怖いからな。そうだね。あんまり出しすぎて、ここまで来てブライトがやられるというのは避けたいので、一旦この辺りで待機して、まずはユニコーンによる拠点の奪還。OK だ。あそこにユニコーンを入れて、あそこでユニコーン無双状態を作ります。距離あるな。だいぶアウトレンジ攻撃かましてくるね。では予定通り入りましょう。制圧。索敵もして攻撃も加える。で、バナージ以下、フルバーニア、サイサリスは次の拠点攻撃を目指しましょう。ダメージを負ったアレックスは一度返します。で、ブライトのね、護衛もつけておきましょう。ユニコーンは次回復するよね、コロニーの上にいるから。そこがもし狂っちゃうとかなり痛いからね。いや、ユニコーン回復できるか？大丈夫か？次のターンでユニコーンの状況を確認します。回復してる。OK だ。これなら大丈夫。本当だったらブライトも回復させたいんですけどね。ちょっとブライト回復させる余裕がないので、ユニコーン回復したら前に出しましょう。緊張感のある戦いがね。続いてますけど、ではユニコーンエネルギー満タンになってますので、一気に前に進んでいきます。ここで数を減らす。で、ここだったら一旦どうだろう、ホワイトベースも回復できるかな。できれば回復させていきたいので、ホワイトベースも前に出して回復しましょう。護衛のジム指揮官機も追従させます。で、バナージたちは次の拠点を目指す。ズムシティの真ん中はここだよね。常用部。バナージは真ん中突き切ってってるけど、どっかで一旦補給をもう2、3回はしないとダメだと思うので、補給拠点も探っていきましょう。これユニコーン介入させないと絶対無理だったなっていうのと、実はやっぱり高性能機を介入させるときは2機欲しいんですよね。2機介入させるのがすごく重要なんで、今回はね、もうユニコーンを1機介入させるだけでとんでもないポイントを使うので、どうにもならなかった部分があるんですけど、本来だったらね、やっぱり2機使っていかなきゃいけないのかなっていう感じはします。2機あった方が、まあ、よりスムーズに簡単に攻略が進んでいく。これだからユニコーンとシナンジュとかいるとだいぶ楽になるかなとは思いますね。
ユニコーンがマクベを撃沈できればなおよしかな。よし、着々とユニコーンが敵のチベは銃巡洋艦クラスに確か、分類されていた機体かなとは思いますが、確実に減らしてくれてるね。そしたらブライトも少し余裕が出てきてるので前に出していきましょう。で、絶対にここは渡せないので、ここにジムを3機、いや4機、5機入れておきます。で、ユニコーンがここコロニーをダッシュできたらズームシティ中心部目の前に迫ってきているという状態になりますね。さあ、次のターンであそこに入れるかどうか、すんごく重要ですね。まあ、入れさせてくれないよね。ここは無理に反撃するのではなくて防御します。うわ、ジムがむっちゃ食らってんな。まあ、ただあそこはね、回復拠点になってますからね、回復してくれるでしょう。ユニコーンをどこに配置するかだな。いつまで経ってもここがダッシュできませんっていうことになりそうな感じがするな。貴重な戦力は失うわけにいかないので、慎重に慎重に行きましょう。ユニコーンは次のターンで拠点に入らなかったら回復しなきゃいけないパターンですね。入らせてくれないよな。そしたら次のターンはユニコーンは回復ですね。ジム指揮官機を2機一気に失うか。そしたらアムロのユニコーンは一度回復、バナージュも回復、ブライトが危なくなるので一旦下げましょう。もう敵の数多くないですからね、なんとか仕留めにかかりたい。で、おとりで使ったフラウボを再び入れてますので、フラウボも前に出します。で、ユニコーンが、まあ、だいぶ回復したので、ユニコーンまた短期がけしていきましょう。それにバナージュたちを追従させます。で、ブライトももう大丈夫だね。ここは攻略を進めていきましょう。いや、そうそうたるメンバーが揃ってるね、ジオン軍側。まあ、ここにユニコーン以外をもう当てる余裕はないので、ユニコーンしか当てられないですけどね、現時点では。バナージのプロトタイプガンダムも当てられるんだったら当てたいけどね。フラーボを回復させます。で、ユニコーンだ。ユニコーンはあと2回3回と攻撃はできそうだな。ジョブジョンを回復させて、アレックス1機でここ入るの危険だよな。
険すぎる、ちょっと躊躇するな。ガンダムを戻しましょう。ダメージを負っている部隊はやっぱ回復しないとね、いけないですからね。よし、次のターンで次のコロニーに入れる。次のターンかな。だから事務指揮官級、まあ、ここはしょうがないね。的になってもらうためにばらけさせてるので、名もなき将兵の一人が散った。そう考えましょう。ここにいるケンプファランバラルか。ここは確実に行きたいところなので、ユニコーンで攻撃しよう。確実に取りたい。ユニコーンじゃなくても落とせるかなという気はしますけどね。ここは確実性重視でいきます。フライボーも出して攻撃に参加させよう。さあこれで次のターン、あそこにいるランバラル、ケンプファーのランバラルを撃破できれば、あそこにユニコーンが入れますね。よし、あそこでユニコーンが回復しながら攻撃を仕掛け、ちょっと待って、誰かが入ったぞ。回り込んだのか。いやー、うかつだったな。回り込まれちゃうパターンもあるよね。障害物ないからね、あそこには。となるとユニコーンを一旦回復させ、いや、ここが空いたが、うわー、痛いわー、痛すぎる。ここ制圧しちゃう、制圧しちゃおう。ユニコーンは戻すしかないので戻す。セーラさんも戻すしかないので戻す。事務指揮官機は的になってもらうため、ここに入ってもらいましょう。いや、もう佳境も佳境だな。うまくチベを撃破して残ってくれれば、次のターンでユニコーンをもう一度出せますね。ユニコーンはもうちょっと前に出すために、ホワイトベースをもうちょっと前に出しておくべきだったな。まあしょうがないね。そうか、ここに入っても回復できないよね。補給つながってないもんね。敵をばらけさせただけだな。まあでもばらけさせただけでも十分かな。次のターンで絶対にあそこに入るっていうね、それが重要なので、囲む、絶対にここに入れさせない、そういう強い意志を持って。フラウボーが危ないな。次で撃沈される可能性がある。ユニコーンはゆえにちょっともう一回ここで耐えてもらおう。これで絶対にここに入れないよね。あのコロニーを抑えてしまえば、次で本当にユニコーンがそこに入れますね。
ドレーンは残った。シャーがここにいるな。シャアが最後の砦だったんだな。ではちょっとね持ち越しになりましたが、次でなんとかね攻略していきましょう。さあではユニコーン出していきます。ユニコーンを出して制圧しながら攻撃も加える。バナージもまだ戦えるね。今回でいよいよ最終局面だな。ウラウボーも最後の攻撃に参加してもらおう。立派に戦い抜いてくれたからね、ウラウボーも。ホワイトベースも攻撃、どこが一番手打つかな。ここかな、ドレンかな、ゲルググ J かな。ここだね。でも最初は心が折れかけましたけど、なんとかここまでこぎつけましたね。ギレンを撃破。ここでゲルググ J が残っちゃったので、次のターンではズムシティ入れないかな。入れないね。ジム指揮官機を無駄に一機失ってしまいましたが、これで本当に本当最後ですね。やっぱね、最後はユニコーンとバナージで決めますか。最後なんでオプションから戦闘イベントアニメ入れていきましょう。この戦いはユニコーンなしでは語れない戦いでしたからね。シャアとアムロのね戦いをちょっともう一個前に、シャアがザンジバルに乗ってる時にやればよかったんですけど。はい、これでベリーハードブライト編攻略完了です。ではこのままエンディング見ていきましょう。というところで、新ギレンの野望ブライト編ベリーハード攻略完了になります。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また、ギレンの野望をはじめ他のゲームもいろいろとやっていこうと思ってますので、お時間ある方ぜひぜひ、覗いていっていただければ嬉しいなというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。